はい、こんばんは。藤本動画、藤本ジョージです。本日もまた藤本動画のアップをしていきたいと思います。今回のね、藤本動画の内容なんですけれども、前回アップしました、ね、手のひらドローンのね、ミニドローン、ホーリストントイズの、HS180 というね、こちらの箱に入ってましたあのミニドローンをね、開封ね、開梱というんですかね、まあ、あの箱から出すっていうところまでを、前回の動画で、ご紹介してると思うんですけども、充電の方をね済ませまして、まあ今回は、まあ、フライトをするところをねちょっと、ご紹介しようかなと思って、藤本動画のアップをしてみました。はい。で、その HS180 というね本体なんですけども、こちらのこのちっちゃいね、ドローン。で、これもうね、何回か飛ばしました。で、非常にね、なんていうんですかね、難しいですね。ピーキーすぎて。こっちの、HS200 っていうね、こんぐらいの大きさの、こちらのドローンもね、まあ、室内で飛ばすんだと、これもちょっと大きさがあるんで、ちょっと難しいんですけれども、まあ、意外とそうは言っても初めて飛ばした時にそこそこあいけるじゃんっていうね感覚があったんですけども、一番初めに飛ばした時のこのね HS180 これはねどうだろう俺これと使えるのかなっていうねちゃんとこの操作をね、自分のものにできるのかっていうちょっと不安を覚えるぐらい結構、難しいです。はい。で、実際まだバッテリー充電して1回充電して軽く飛ばしただけで、まだ全然ね練習できてないんで、まあ、全然下手くそなんで、まあ、この収録もねうまく飛んでるとこをお見せできるかどうかわからないんですけども、とりあえず今、これから、こいつをね飛ばしてるとこを撮っていきたいかなと思っています。で、その前にですね、まあなんか落ちた、よいしょ。その前に軽くちょっとね、この、ドローンのね、説明をね、したいと思うんですけど、まずこうね、専用コントローラー。はい。こちらの方が、ここね、この、一応付属で入ってきたドライバーで開けるんですけど、ここをね、ネジ止めされてるんですけども、こちらに、単4電池が2本入ります。はい。で、単4電池2本で、で、こちらのドローンの方は、ドローン自体にね、バッテリーが内蔵されてまして、こっちのね、ドローンとかだと、まあ、どこに入ってるんだっけな。この辺、カパッと開けるとね、ここ全部開けると、外部バッテリーが入ってて、これがそうなんですけどね、このコード延速。それを充電して、外部バッテリーをはめ込んで、胴体にね、つけて、で、飛ばすんですけども、これはもう完全にボディチャージで、ね、バッテリーはこっちのボディにチャージします。で、大体多分2、3分ぐらいかな、ちょっと説明書をね細かく読めば、何分とかって書いてあったと思うんですけれども、まあ、とりあえずちょっとそんなに長くは飛ばないんですけども、まあでもそれでもね結構、刺激的なフライトを楽しめる感じですね。はい。で、まあ、前回の動画でも言ったんですけども、ね、この丸いとこ、これカメラついています。で、これが専用のアプリで、まあ、iPhone も Android もなんですけども、専用アプリをね、こちらこう説明書にこうやってね、QR コードが載ってるんですけど、これを落とせば、スマホの方で、画像を確認しながら、このカメラでどんなものを撮ってるかというのを確認しながら、動画も撮れますし、写真も撮れるっていう感じで、こんなちっちゃいのに、まあ、カメラが使えると。で、そのアプリがですね、この間落としたのが、見えるかな、HSG1、ね、この、見えるかな、この目なんかカメラマーク、このアプリがそうなんですけども、こちらの方で、画像が確認できるみたいです。はい。これね、実際アプリを落としてまだ1回もね、繋いでないんで、ちょっと僕もどんなもんかよく分かってないです。本当はね、そういうの確認した上で動画上げればよかったんですけども、まあ、そのまま勢いでね、よし、藤本動画アップしなきゃみたいな感じで、勢いでちょっと今アップしてしまってるんで、まだ何も、ほぼほぼ、一回軽く充電して軽く飛ばしたぐらいで、まあ、ほぼ何も手つけてない感じです。で、あと、専用の
これのね、ここにこのちっちゃいところに専用の USB カーの専用の、これもね、これ USB なんですけども、こっちのこっち側の口ですね、こういうね専用のね、充電の口のある USB が付属でついてるんですけれども、これもちょっとね、多分特殊なもんなんだろうな、よくわかんないですけども、これはこれでなくしてしまうと、充電できなくなるんで、これだけ単体で売ってるのかどうかわかんないですけれども、まあ大事にちょっとね取っとかないとやばいもんかなと思います。はい、で充電してる間、充電中このボディのあたりが赤く光ってて、充電が終わると、光ってるのが消えて充電終わったっていうのを知らせてくれます、この、ね、USB の方で。はい、で、こちらコントローラーも、初めね、こうこのスイッチどこにあるんだよとかってこう探しちゃったんですけど、実を言うとここを開くとね、開くんですよ、バキ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 ってこう。でそうするとここが、ね、スマホとかのフォルダになってまして、で、ここに、このプロポね、コントローラーの方のメインの電源があります。はい、じゃあね、とりあえず、これ充電済んでるんで、まず一回こっちの方から、順番としてはこっちの本体の方の電源を入れる。で電源をオンにすると、こうね、これ一応わかるかな、一応ね、わかんないか、こう点滅してるんですよ、点滅してて、ここか、ね、この点滅がしてるのが、スタンバイ状態ですね。はい、でちょっと一回こっち置いといて、でじゃあ今度 iPhone のつなげ方、まず、Wi-Fi で、いろいろ出てくるけど、どうだろう、まだ出てこないです。あ、出てきてるのか、ね、ここ、ね、iPhone の Wi-Fi につなげ、 iPhone 持ってる人は分かると思うんですけど、ホリストントイズの、Wi-Fi の、ここ繋いでくださいみたいなね、ネットワークのやつが出てくるんで、まずこれに繋いだ上で、さっきの、HSG1 これを立ち上げます、ね、でそうするとね、光の反射見づらいかな、はい、こういう画面になるんで、セットアップで、セットアップ関係ないのか、スタートでいいのか、もうそうすると、はい、これね、今もうね、繋がってる状態です。でこうやって、で、この iPhone 上からも、リモートでコントロールはできるんですけれども、とりあえずね、ちょっとこちらのコントローラーで操作をしたいと思います。で本当はここにね、こうつけるんですけど、ちょっと iPhone プラスはね重いんで、ちょっとこれはこれで動画の撮影だけ。はい、今こうね、赤いとこ、これ動画の撮影だけしとこうかな。これで、まあこれはここに置いといて、で、はい、平らいとこに置いといて、じゃ一回ちょっとカメラの角度変えようかな。はい、では、このね、HS180 を実際に飛ばしていきたいと思います。まずはね、今ちょっとね、一旦電源を切ってしまったんですけれども、まずこの、HS180 と、こちらのねコントローラーを、リンクさせるね、バインドって言いますけれども、リンクさせて、こちらのコントローラーでこのドローンがね、ミニドローンが操縦できるようにまずする儀式があります。はい、じゃあまずね、一旦、このオフってるここのね充電のところにオンオフのスイッチがあるので、まず一旦こっちのドローン側をまず先に、でこの点滅してる間に、こちらの方のねオンを入れます。で上下で、ハの字。これで、今、プロペラ回ってるのがお分かりだと思うんですけれども、これで、バインドがされている状態です。はい。で、次に、これでずっと下にやってると、プロペラ回るの止まりますんで、次に先ほどの、アプリですね。アプリの方を繋いでいきます。まずは、iPhone の方を、ホールストーンの方の Wi-Fi に、繋いだ状態で、で、このね、なんだ HSG1 か、これを立ち上げて、はい、でこれでもうねつながってんで、画面が今出ていますね。これね、ちょっと
リモコン側に乗っけるとちょっと邪魔くさいんで、ここに置いてちょっとやっていきたいと思います。ちょっとカメラの画角を上に振っといて、ではね、ちょっと飛ばしていきたいと思います。まず、このボタン、これが、テイクオフのボタンになります。その前に一回こうグッとプロペラをして、これちょっとね、今カメラがこのね間に入ってて非常にやりにくいんですぐ落ちると思いますけど、ちょっと飛ばしていきたいと思います。はい、よしよし、うん、よっ、あ、音一緒、こっちか、はい、よっ、難しい、わー落ちた、はい、ちょっと画角を変えてみますね。はい、じゃあもう一回飛ばしていきたいと思います。高度センサーがついてるはずなんだけど、あれか、机の風の巻き返しにやられてるのかな、これ。おっおっとっとっと、あー、こっちだ。あ、プロペラがもげた。この奥に落っこちゃった。じゃあ一回止めます。はい、ですね、とりあえず、一応ね、今、まあ、下手なりにちょっと飛ばしてみたんですけれども、まあね、非常にちょっとピーキーで難しいドローンですね。まあこれをうまくコントロールできるようになれば、やっぱりあのね、DJ のドローンとかそういったものも、まあ、うまく扱えるよっていうふうにね、まあ、DJ のあのファントムとかああいったものを飛ばしてる方にね、あのアドバイスもらって、こういうちっちゃいの買ってみたんですけども、まあ確かにこんだけピーキーなもんコントロールできるようになれば、まああのあれだけね、あのいろんなセンサーを積んで、あの安全対策もバッチリやってるようなドローンっていうのは、まあね、あのある程度使えるようにはなるんじゃないかなっていう気はしています。はい、で、今ねちょっとあのバッテリーがね、切れてきて、ちょっとあの揚力ね、浮く力が弱くなったのか、それともさっきからバコバコ落っことしてるんで、プロペラの形状がね、パッと見は曲がった感じはしないんですけれども、プロペラの形状が悪くなって上がらないのか、それとももしくはね、ちょっとこちらの方がね、ちょっとプロペラの周りが悪くなったんで、もしかしたらモーターがちょっとやばい状態になったのかっていう、まあいろいろ余裕を探ってみようかなと思うんですけども、もう一回ね、ちょっと充電して、またね、練習したいと思っています。とりあえず、あの、藤本動画の方は、まあ、一旦はこれでね、あの、ご報告というか、こういったもので、ドローンの練習をしていますというね、前回ね、開封動画だけだったんで、まあ、今回下手なりにちょっと飛ばしてみて、こういうドローンですよっていうのをご紹介させていただきました。はい。で、あと、なんだろう。こういったね、プロペラとかは、ちょっと値段高いんですけども、Amazon とかでね、あの、スペアパーツ、こう、モーターも売ってたな、確か。売ってるんで、まあ、ね、まあ、ボコボコ落として壊しても、まあ、それなりにちょっとね、金額は、プロペラ4枚、サブ、スペアのやつで1800円ぐらいしてたと思うんですけども、まあ、ね、下手なりに、まあ、これだったら別にね、誰かを怪我させるということもそうそうないと思うんで、ね、練習して、腕を磨いていきたいと思っています。はい。ということで、本日の、藤本動画、ホーリーストーントイズの、HS180、ミニドローン、こちらの方のご紹介でした。ではまた。